大阪府立泉大津高等学校は、大阪府泉大津市にある公立の高等学校。昭和初期1941年、府立15番目の高等女学校として創立した。1941年2月18日、大阪府立第15高等女学校として設置された。太平洋戦争後の学生改革に伴い、新生の大阪府立大津高等学校となった。 1950年、クラブ活動の公式野球部が全国高等学校野球選手権大会に出場した際、泉大津の名称を使用。すでに学校所在地の仙北郡大津町が1942年の市政志向で泉大津市になっていたこともあり、甲子園出場を機に、公明も大阪府立泉大津高等学校に改称した。近隣に、弥生時代中期の 池上、曽根遺跡があり、校内にも、資料室を設置。部活動の地歴部の生徒らが発掘した古代の遺物など資料100点が収蔵されている。また、情報の選択科目では、生徒が高校資料室の収蔵品を整理してデータベース化し、ウェブ上で公開。大阪府立弥生文化博物館と連携した博学連携の取り組みも行われている。 創立70周年の2011年、元気で活気のある伝統校 S 制服を一新。2012年には、情報活用専門コースを設置。2013年に、ビジネス情報コースへ改名し、進路実現のための資格習得、活用を図っている。また、英語力の向上へ、土曜日に土曜英語講習を、予備校の協力で行っている。 2020年現在のキャッチフレーズは、君にしかできない夢が泉大津にある。私は泉大津高校で一生分の宝物を手に入れる。1941年2月、大阪市天皇塾における設立が認可され、4月から高知を仙北郡大津町大和と夜中に変更。公明を大阪府立大津高等女学校に改称した。 1948年の学生改革で大阪府立大津高等学校となり大阪府立大鳥高等学校との間で教員、生徒を交流し男女共学となった鉄道制服2011年度制服を新デザインに変更伝統を文字未来に躍進する本校をイメージしでフォーマル性の高いデザインと独創的な優しいシルエット 男子はスラックスとネクタイを、女子はスカートとリボンを組み合わせており、軽量で撥水性に優れているため自宅でも洗濯できる。体育祭や文化祭、修学旅行のほか、1年生の秋に芸術鑑賞がある。校舎は1960年代の建築のままが多く、旧体新基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。 このため2010年度と2012年度に改修を行った政治学術芸能スポーツ教職員。ありがとうございます。